所詮まあ、残念ながらさよながら負けになりました、えー、今日のポイント的にはあまりないんですけどもやっぱり神宮は結構相性がいいあの球場でこうアナウンサーの方もすごいこう勝率的にもいいっていう、まあ、ヤクルトの方は反対に神宮で。 ホームであまり勝ってないっていうのもあって、今日うはまあ前半から言うと、やっぱり打線のチャンスで打てなかった、真、ま、里、あ、がダブルプレーになった、まあ、打てるていうの場合は、こういう結果が出る、ヒット、ヒットってなかなか打ってないんだけども、まあ、あのダブルプレーも効いたかな、その辺のこの流れ的になかなか、豊原のホームランは出て1点は取ったんだけども、なかなか流れ的には阪神に来てないのかなという、まあ、西のピッチングも完璧本当に今日は完璧で、あそこの3本打ったところで0点っていうのは、 ちょっとヤクルトにしたら、ちょっとあそこから阪神の方に若干来てるのかなという感じもあったし、でも阪神もチャンスになったけども、一本が出ない、両方そんな感じの、ピッチャー頑張ってるっていえば、頑張ってるピッチングになったのかな、もう西のいいところが本当に今日は出てたような感じする、やっぱりボールも低く投げきれてたし。 もうコースにもきっちり今投げきれていたので、まあ、ちょうど上打く出るようなイメージもなかったしこの前もね村上の1本で2対0で負けているんだけどもそういう感じも今日はもうなんか余裕を持って投げてたような気がするんで、まあ、残念ながら6回にちょっとは足のつく場所が多分同じじゃなくて違うところに。 ついたときにひね,ひねってはいないと思うんだけどもそういうアクセントがあって交代、まあ、っていう形の今日の見るイメージではまあ9回行けたかなというふうにいい感じに見えたので、まあ、本当に残念なあの試合になったんですけどもやっぱり反対にヤクルトの方はピッチャー代わってもらってよしよしというイメージが出てきたと思うよねまあ渡、ま、辺、あ、はナイスピッチングで村上を三振に取ったんだけども、まあ、その辺からちょっとずつ、まあ、ヤクルトの方に まあ全然打てない西君がいなくなったことによって、ああチャンスが来るかもという後半に行って、徐々にピッチャーが変わったことによって、ヤクルトの方にこうに流れ的に行ってったような気もしないでもないし、やっぱり9回は、湯く君が川崎に粘られて、まあ、最終的には三振に取ったんだけども、ああいう形で10球以投げさせたら、やっぱりベンチの方も元気が出るので、それが9回にこう流れが的に行ってたのかな。 矢瀬君もトップバッター、山田をちょっと警戒しすぎてフォアボール出した。まあ、この辺からまあヤクルトに村上のもまあ,あわよくばというぐらいの大きいレフトにフライを打たれた時点で、まあ、あんまり今日はよくないのかなと。中村に関して言えばあれバッターの方がうまくチェンジアップを、まあ、見逃したらボールを拾われて。 まあ緩い打球でセンター前に落ちて山田が三塁まで走れたっていうことによってヤクルトがまあ生き生きになってしまうような気がします。そこでまあ今まで調子悪い青木があそこで打つっていうまああれで1点同点だったらねあのまあ終わったけヒットになって2三塁になった時点でサヨナラになってしまうのかなというふうに見てたら案の定まあ一番調子悪いオスナーにあれだけのライトにしっかり。 振本当にね、あっち向いて、不意の感じで打ったのが、ちょっとバシンに近く当たってしまったっていう、結果的にあんまりこう変化球を投げないで、まっすぐ系でいってるような、すごい気がして見てたんですけど、それをまあヤクルトのバッターがしっかり打ってたといに見て、だから、チェンジアップもそんな変化してなかったし、だからあそこに中村君みたいな、あんな、普通は空振りゾーンなんけども、拾われてしまった。でまあ 最悪のサヨナになにっってしまったまあ内容的には今日はもう本当にピッチャーが良かったんであんまりないし、まあ、あと後半の,その2インニング3インニングでまあちょっとヤクルトの方に流れが向いていったのかなという、まあ、ヤクルト最初に言うともまあ徐々にペースを上がって7回までしっかり投げたっていうのもあるしで最後の6回7回やな3人外やフライで大山から始まるとこも簡単に3人で終わったのがやっぱり流れ的にヤクルトかなと。 まあそれももう2球、1球、2球でもうアウトになってるんで、なんか粘りもなく、攻撃陣は終わってるから、まあ佐藤君のダブルプレーも初球だし、初球打つのはダめという言いうんじゃないんだけども、まあそういうまあしっかりしたスイングで打ったにもかかわらず、ちょっと抜かれたボールで、まあ高かったから振りに行ったと思うんだけど、それはチェンジアップだったんだけども、普通だったら、まあさ中間に飛んでいくような高さだったんだけども、ゴロになってしまった。次ののの打席の三振はその 前の打席の、まあ、カーブで空振りしたのが頭にツーストライクがあって、まあ、高めのボールを、まあ、中途半端なハウスイングで3球三振まあなるとベンチの方もこうも勢いがなくなっていくよね、まあ、そんなようなゲームで、安心としたらね、まあ、テレビで言うと18試合、3点以内で新記録っていう、もう本当にこう内容のいいピッチャーの頑張りが出てるにもかかわらず、負け越しているケースが多いということは、じゃあ言うけども。 やっぱり打線の,その1本、2本が出ないところに負ける試合が多い、完封も多いんだけども、そういうふうに言わざるを得ないのね、やっぱり18試合も3点ないんだから、4点取れやずっと勝ってたってことなんだけど、4点も取れなかったってことなんで、まあ、それをこうやって負け越してるってことは、打線の奮起しかないのよね。もう毎回そこに行っちゃうんだけど 横浜戦ではね、7点、9点取ったんだけど、やっぱりピッチャーの、まあ、横浜が弱いって言ったら変な言い方になっちゃうんだけども、そういうピッチャーは打ってるけど、もう、打ったってあれね、久しぶりだからね、5点以上取ったのは、結局こういうパワーピッチャーみたいに出てくると、なかなか打ち崩せないっていうのが今の阪神なのかなというふうに思います以上です。 まっすぐ系をやっぱり打てててなないっていっうところになるよね横浜のピッチャーはやっぱり5位6位のチームということでやっぱり中継ぎもそんだけ速、まあ、いボール、まあ、150キロみんな出てるんだけどもコントロールの甘さとかがあって打ってるようなところもあるしそれが長打になったから点数入ったっていうのもあるしねだから先発を崩さないとなかなかそういうふうにまあ大量っていうにはなんないよねまあヤクルトなんかも防御率1位だからねチームの。 それだけはまあ先発がしっかりしてるってことなんで、まあ、阪神もそれに負けない防御率ね、誇ってるし、まあ、中継ぎなんか、今日は言ってたけど、0.8くらいで3試合に1点くらいしか取られてないっていうふうに今、頑張りきれてるんで、まあ、それでこうやって負けてるってことは、やっぱり、この打線が不甲斐ないっていうしかないのかなっていう気がするね。 ゼロに、ね、は抑えてるけど、結構ヒット打たれてるからね、その辺はが、まあ、そのまま行くのか、今、まあ、調子を上げたきた、まあ、湯浅にしても、まあ、俺だったら、それいいのか、やっぱり三振も取れるし、ピンチになった時に、岩崎じゃやっぱり、ボールのキレはいいけど、その、もう、じゃあ三振取れるかって言ったら、そうはいかないもんね。まあ、縦に落ちるボールがないんで、だから、もう8回くらいで、まあ、そみたいにキレのいいボールで、8回をピッとね、 ランナー出しながらでも、だからもうランナー出しても9回は変えられないんで、その辺がだから、ランナー出した時にしんどいよね、やっぱりこのピンチで空振り取って、よしっていうピッチングができないから、盛り上がらないよね、本当に抑えてくれるのかなっていうふうにしか見れないもんね。ままあああ俺でもそそうだだけどまあそこだって今 ヤクルトの打線って一番調子悪いバッターだからね、それをあそこまで打たれるということは、低めに投げきれなかったっていうのと、落ちるボールがないっていうことで、左と右っていうのもあるからね、もう次のバッターはもうベンチ前で右の代打も準備してたから、あそこでやっぱり右のピッチャーでスライダーとかカットが、あスライダーとかフォークあるピッチャーだったら三振取れるからね。そういうい岩崎に関してはやっぱり まっすぐで見送りの三振とかはあるけども、空振りの三振って結構少ないから、俺は結構厳しいかなと思うよねで。今だったら、調子上げてきて、自信持ってきた、まあ、湯浅の方が、ランナー出しても三振取れるんで、その方がいいかなと思うんだけどね。もう本当にに去年年までの矢崎はまあ素晴らしかったけど今年にいかんという 言ええばそんんななにいいいとは思いないもんねも結構、ゼロに抑えているけども、さっきも言ったけど、結構ヒット打たれてるからね、まあ、安定性でいったら、の右のピッチャーより安定性ないよね、俺は思うに。左続くんだったら、左を8回に行って、9回を右に行かすとかね、それにももういうのも臨機応変に、もうやってもいいと思うんだけど、もう肯定で決めなくて。うん、ヤクルトなんかやっぱり左が少ないから、やっぱり右ピッチャーの方がいいと思うんだけどね。 可能性はあるねやっぱりねそのチーム僕立ちが2点以内のチームとやるわけだからまあ打ってないんじゃねえかなと思うんだけどだからまあそうだなもう誰が打つのかなって感じで見てんだけどまあ糸原が確かに調子上がってきているけども糸原が行くなったら今日は糸井がダメだしっていうな小 <laughs> 山もダメだし、まあ、佐藤がな横浜に日本ホームラン打ったぐらいって,ってじゃあ 今日持ったらもう全然だし <laughs> やっぱりこうヤクルトの方はきっちり、まあ、いいところ攻めてるもんね。特に今日はあは190点くらいあるから高めは投げやすいピッチャーだからね、いい範囲に。普通に投げたら高めいくから、うん、まあみ振ってるとこは全部ボールなんだけどね、だからもうヤクルトのバッテリーにきっちりはまってるよね、その高めのボール振らされてるってこと。 あれを見逃すようになってきたら、このストライクゾーンに投げてくるけど、ストライクゾーンいらないもんね、今日の見る限りは、うん、残念ながら。やっぱりまあ前も言ったけど、佐藤君が打たないと、チームも盛り上がらんからね、大山じゃないからね、やっぱり佐藤だからね。うん